はい、皆さん、こんにちは。MBA ラウンジの川尻です。今日はですね、2018年の5月の10日ですね。東京は朝雨降ってましたけれども、午後になって晴れてきましたね。でも気温がですね、昨日、今日とあまり上がらず15度とか6度ぐらいですかね。ちょっと寒い感じが、しますね。なので、ちょっと皆さん風邪ひかないようにしてくださいね。風邪ひいちゃうと本当にもう大変ですからね。あとは5月になってどうですかね。5月病とかなってないですか。大丈夫ですか。いろいろ今年から新しい、今年度から新しい仕事でもね、チャレンジする人もいれば、今までと同じことを繰り返してるよっていう、いろんな人がいると思うんですけれども、将来のね、MBA 留学の目標ですね。これを達成するように、体には気をつけて、今の仕事もこう頑張ってもらえたらなと思います。はい。それでは今日の MBA ラウンジラジオですね。始まります。はい、ということで、MBA ラウンジラジオ、始まりましたけれども、今日はですね、早速以前、いただいた質問がちょっといくつかあるので、ちょっとその回答ですね、紹介と回答の方していきたいなと思います。どれがいいかな。ちょっといくつかあるので、毎回どれか、ピックアップして話をしたいとかですね、していきたいと思うんですが、これがいいですかね。大学4年生の方からですね、大学4年生の方、私は今大学4年生で、就職、まずは一旦就職してから3年後か5年後に MBA 留学を考えています。今からやっておくべきことはどんなことがありますか、というような質問をいただいています。大学4年生の男性の方ですね。そうですね。結構この MBA ラウンジのホームページにはですね、20代後半の方が、あと30代の方多いんですけれども、中にはそう大学生の方で、本当に在学中からですね、MBA に向けてこう、3年後、5年後に向けてこう、準備をしている方も、たまにいらっしゃって、直接私に会いに来てくれたりとか、っていうこともあるんですね。でも本当にこう、頑張り屋さんだなというふうに思います。で、まずそうですね、こういった質問多いですね。MBA 留学をやりたいと思うけども、どこから何を始めたらいいか分かんないというような質問ですね。基本的には私はまず英語の勉強から始めてくださいっていうふうには言ってるんですけどね。やっぱりMBA で留学するということになると、どこの国、にもかかわらず、どこのスクールであってもですね、まずは英語、TOEFL とか IELTS ですね。こちらは絶対に必須になるので、もうこれはもうやんないわけにはいかないと。まずここから始めてくださいというふうに言ってますね。MBA じゃなくても、他のマスターのコースとか、やる場合でも絶対に必要になりますからね、英語の勉強は。なので、これから始めるのがいいかなというふうには、言ってるんですけれども、大学生で、これからまず社会人になるといったような人の場合は、英語の勉強もそうですけれども、それより、それに加えてですね、会社でもいろいろこう学ぶと、今、1年目、2年目、3年目で、こう、実績と言える、ようなものを積み重ねていく必要がありますから、まず会社でいろいろ学んで、
人が嫌がるような仕事も積極的にやって、それをもう自分の実績としてしまうというのが、ね、非常に大切かなというふうに思います。まあ、MBA 出願するときにですね、英文の実務経歴書ですね、こういったものが必要になるんですけれども、まあ、ここにはいろいろこう実績ですね、今までどんな仕事をやってきて、どんな成果を上げたかのということをこう書いていかなきゃいけないものですから、まあ、実績というものを残していくためには、まあ、いろいろこう入社3年のうちはいろいろまあ苦労して、人の嫌がることを積極的にまあやっていくのがいいかなと思います。まあ、これもいろいろ書き方があるんですけどね、新卒で最初の3年でそんな責任があるような仕事を任せてもらえない会社がほとんどだと思いますので、まあ、入社3年とかね、それぐらいだと、なんか実績というようなものを何にもないですよと、それよりもなんかお金もらって勉強してた感じですよっていうような人もいますので、まあ、そこはもう書き方になるんですけど、そうですね。まあ、あとは、まあ、やっぱり若いうちはなかなか特にね、日本企業の場合は、こう、責任のある仕事をさせてもらえないこともあるので、会社以外のところでいろいろ活動しておくのがいいかなと思いますね。まあ、ボランティアだったり、あとはなんかこう、勉強会とか、なんかよく読書発表会とかですね、そういったものを参加したり、あとはセミナーとかですね、ビジネスセミナーとか、そういったものに積極的に参加して、まあ、いろんな人とこう仲良くなって、おくという形、まあ、そういったところでこうリーダーシップを発揮したいですね、なんかサークルみたいなところで、そういったものも全然CV に書けますしね、いいかなというふうに思います。まあ、これから、大学生でこれから社会人1年目、2年目、3年目というところになっていくるところで、まずそうですね、まあ、英語の勉強はもうコツコツ、今からでもスタートさせていくのと同時に、会社で、まあ、嫌な仕事でもちょっとどんどん引き受けてやってみましょうというところ、そしていろいろリーダーシップとか、そういった、ね、機会をこうね、得るためには課外活動というか、まあ、ボランティアとかサークルとかセミナーに参加したりとか、仕事以外のところもですね、やっておくことが重要かなというふうに思います。ということで、今回は、まあ、質問に答えたという形になりますけども、また次回もですね、このような質問があったりしたらですね、紹介したいと思いますので、これ聞いてる方もいろいろこう分かんないこととか、質問あったらいつでも、まあ、聞いてもらえればなというふうに思います。それではまた次回、楽しみにしていてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。